はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスですね。1981年2月から3月までのスーパーファイトシリーズ、今回第2回目です。3月に入りました。3月、今回は3月2日和歌山大会と3月3日愛知県体育館大会をお届けしたいと思います。いつもの通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、いいね、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてこの動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後26日21時頃プレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル、 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After プレミアライブ。また旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では、まず、この通り3月、和歌山大会、和歌山をどこかは書いてないですが、多分市内なんでしょうね。市内だと思う。まあ20分一本勝負にしときましょうか。寺西サム対大山活動ですね。早速やっていきましょう。寺西サム対大山活動のシングルマッチです。ジャーマンです。
2.9 横。今回ね、2日で12試合ありますからね。お、パースラム。お、三角締めだ。関節屈辱ですね、手足。お、山も関節で攻めます。ストンピング、おっと、ストマックブロー。さあ丸め込むスクールボーイ 2.9 スリーカウント、あっさり、6分9秒で、追い山を料理しました。この速さにはびっくりですね。特にクリティカルとかあるわけじゃないですからね。さあ続いては米村天心対レッドデビルの試合となります。レッドデビルって誰だっけ。レッドデビルは、ビル・ホワイトですね。はい、では行きましょう。米村天心対ビルホワイト、レッドデビルのシングルマッチです。音楽変えるの忘れた。さあこの次がルーテズ杯予選 B の2試合ですね。 B ブロックマッハハヤト対エル・コバルテ、A ブロック津見五郎対マイク・ボイエッティとなります。バックドロップ、カバーに行く。カウントワン。トップキー。サイドスープレックス。ブラムスープレックス。テックロック。フレームバスター。おお、さあ、カバーに行きます。
2.9。ラリアットからレッグロック。バックドロップ。ヘッドバット。そしてダブルアームスープレックス。鮮やか。キチシンク。そしてバックドロップ。おっと、避けた。キックです。お、パワースラムみたいな感じ。2.9。ヘッドデビルが。バックブリーカーかストマックブローか分かりにくい。方角がちょっと見えにくい。バックを取って、しかしエルボーで防ぐ。おっと、これはデアーク。レッドデブ耐えます。さあ場外戦、いや顔はしません。ネムラが戻るのを待ちます。ブレーンバスター、今度は場外へ。レッドデビル、おっと場外戦が繰り広げられております。そこで場外でのベアハック。ヨネムラ天心戻ってきました。そしてキッチンシーン、ボディスラムからヨネムラ、またヘッドデブ対外に出して、これは休みたいという感じでしょうかね。レッドデビル、おっとバックブリーカーですね。レッドデビル、これは背中から膝に打ちつけております。そして上がらない。レッドデビルがブレーンバスターを決める。15分を経過、比較的長い試合となっております。おっと急所攻撃、エルボーで返す。ボディスラム、カバーに行く。スリーカウント、一進一退の攻防でしたが、最後は米村天心がボディスラムからの体固めで、レッドデビル、ビルホワイトからスリーカウントを奪いました。さあ次はルーテーズハイです。予選 B ブロック、マッハ・ハヤトとエル・コバルテになります。ライジサイドがエル・コバルテ、レフェリーはルーテーズにします。どこだ、
で20分はかかりません。なのでこのまま行きましょう。ルーテーズ杯 B ブロックマッハ隼人対エルコバルテの、公式戦です。メキシカなんで空中戦が期待できそうですね。ドープキック。お、空中技。胸アタック。エルボーです。そしてレッグロック。アームロックです。マッハハヤト U の成分も入ってますからね。マッハハヤトはエルボはカース。マッハハヤト、お、コブラツイスト。カウントワン。レフィールーテーズ。さあトップロップから飛び込むが、これは不発に終わる。そして同時目スリーパーバックドロップ。逆スサンド2カバーに行く。サンド1パンチ。そして追天井です。ロメロスペシャル。そしてバックドロップ。ドロップ、グランドのヘッドロック。逆さ押さえ込みです。ショルダースルー。そしてアームロックです。そしてパイルドライバー。カバーに入る。 2.9 は危うし。マッハハヤト進出ではコバルデの方が勝利しております。逆にマッハがカバー。カウント2スリーパー。巻き投げで、さあコーナーポストからダイビングに決まりました。カバーに入ります。 2.9なんとかマッハ返す。おっと、これはショルダーバスターだ。大技が決まった。返せるかマッハ。 2.9 なんとか返した。そしてバックドロップ。コバルデの技は連発だがカバーに行けない。コバルデ、コバルデボディスラム中央に持ってきてカバーに行かない。逆にマッハがブレンバスターだが起き上がれない。もう一回ブレンバスター。今度は起き上がって
おっとサソリだ。どうだ、ここまでで。ここは耐えます。逆さ3込みカウント2。本当どこ焦ったか、目測を。ここまでで。そしてダイビング2、同時目スニーパーだ。決まったか、いや決まってない。ブレーンバスター、戻ってきます。そしてもう一回ブレーンバスター、アームロック。さあコーナーポストからダイビングボディアタック、決まりました。そして2アタック、そしてつい天井だ。どうなる。さあまもなく15分になろうとしてます。アームロック、なんとか返す。ここまでで。おーっと顔面パンチだ。そして上がらない、リバースへ返す。こんなトップ奥からダイビングに決まったがカバーに行けない。さあお互い、おっとスロイダー、フロントスープレックス。さあそしてエルボーです。アームロックに行こう。どうだ、決まったか、いやまだです。おっとコブラだ、拷問コブラ。さあこれでマッハ返した。あっと数落としから変形のメキシカンストレッチ。シーツとはマッハハヤト、鮮やかなジャベでコバルデから勝利を奪いました。グランドバンジですねこれ。そうかグランドバンジかこれ。さあ次の試合です。鶴見五郎対マイク・ボイエッティです。さあ引き続きルーテーズがレフェリーを務めます。この試合シーツでは両者リングアウトになった後に再試合、ここで鶴見が勝利しております。果たしてこのゲーム内ではどうなるんでしょうか。試合開始です。パンチ、チンロック、画面をかきむしる鶴見、パンチ、ヘッドバット、アッパーダン、そしてアーブリーカー、拷問式。おっとネックブリーカードロップ、
パンチを打つ。おエルボー、もう一回アーブリーカーへ。デスバレーボム。さらにバックドロップ高速です。アッパーを打つ、カバーに入る。 2.9 ボイエッティを、ボイエッティを追い込みますが、ボイエッティも荒々しいファイト、サイドバスター。おっと倒す。ラリアット、パンチ、ウレンバスターは上がらない。リバースへ返す。裏剣、さあそしてロープに走って、あ決まった、スリーカウント。これも6分ちょっとで決まりましたね。フライングボディシーザーズですね。いわゆるテーズプレス、こちらで鶴見がボイエッティから3カウントを奪いました。さあこれで公式戦は以上になります。次はマイティ井上が登場します。エローデスとのシングルマッチになります。エローデス、エローデス、これだ。さあレフェリーは誰になるのかな。ヘッドシューズドゥーガン、これで行ってみよう。30分かな。はい、では行ってみましょう。マイティ井上、エローデスのシングルマッチです。シーツではこれは両者リングアウトに終わっております。カバーに行く。どうかな。コブラツイストです。ね、バスター巻き投げ一戦、そしてボストンクラブへ。ブレーンバスター、大技決まった。エローです。首をの字でスタミナを奪いに行きます。
パート2さあ足をしごく、どうです、結構注目されている外国人ですね、このシリーズでは。首4の字、グレーンバスター、ドープキックは目測誤った、おーっとブルドッキングヘッドロック、パワーサッポー、荒々しい、カバーに入る 2.9 ダッシャーキム、マイティーノーヤー危うし、そしておっとスピングトホールドだ、ドープキックだ、ヘッドバット、おー肩固めですね、そして上がって先頭 2.9 フィオーツ、おっとこのドシダーズは今日完全にこれ UK のレスラーっていう感じはするな、ロデスって QU にも上がったような、おっとリバースへ返す、サイドスープレックス、ドープキック、おっとサマーソードドープだ、 2.9 サインボディスラム、巻き投げからロープに振ってフライングクロスチョップ、鮮やかに決まりました、ネックブリーカードロップ、逆に振ってラリアット、力で押す前方かエローです、ブレーンバスター、カバーに行く行かないです、ブレーンバスター、カバー行かない、もったいないなと思ったら関節攻撃、おっと2位ロープに走ってヒップアタック、多彩な技を持っておりますエローです、おっとそれを丸め込むがロープブレイク、ロープが近かった、引き投げ、逆にいや上がらない、井上がブレーンバスターサイドスープレックス、井上カバーに行かない、いや丸め込んだ、スリーカウント、井上鮮やかな電光石火、回転エビ固めに丸め込んでの勝利となります。
さあ、この次がこの和歌山大会メインの試合タッグマッチです。タッグマッチはご覧、こちらの試合となります。ダッシュ秋村、アニマル浜口対、外国人、このシリーズは外国人エース、レイキャンディ、そしてルーク・グラハムです。上田馬之助みたいな格好やな。45分一本勝負でいきましょう。では、メインイベントです。ダッシュ秋村、アニマル浜口組対レイキャンディ、ルークグラハムのタッグマッチです。場外になると、おっと待っている。おっとダブルのブレーンバスターでグラハムを投げた。さあこの入り見合う戦いがまだ続いてるぞ。戻ってこれるのか。戻ってきた。さあ椅子前取り出す。まだ浜口とグラハムのはず。ここでキャンディーにタッチ。浜口も木村にタッチ。
おっとパンチを打つ。カバーに入ります。ショットワン。カウント2。パンチパンチ。カバーに入ります。さあキックで返す。さあグラハムにタッチ。くし出しラリアット。今のとこ外人勢の結束の方が上回るか。危ない。木村ヘッドバット。お、マグチタッチ。ブルドッキングヒットロック。ヘッドバット、ショルダースルーです。ルコグラハム、もう一回で、今度は浜口がショルダースルー。浜口自分で走ってエルボー、バックリップ場外へ。ポーズをつけただけか。おっとパワースラム。浜口タッチいきます。木村ドバット。カバーに入る。バックドロップ。サイドバスター。エルボー。ヘッドバットから。ニアタック。クリップ。ヒットバットです。ルークグラハムとアニマル浜口。唾液合戦。ドバット。ボディースラム。引き上げます。木村、さあ、木村に託す。木村をボディースラム。ヘッドバットだ、ルーク・グラハム。おっとヘッドバット連打。ラッシャー木村パンチを打つ。おバックドロップ食らってしまった。蹴りで崩れ落ちるグラハム。やっぱこのメンバーの中で一番2枚も下回るか。ルーク・グラハム、レイ・キャンディーになんとかタッチ。逆に木村も浜口タッチです。ブルドキングヘッドロック。ピアイダーからドープキック。
エルボー、ヒットバット、リアット。崩れ落ちる。ん？なんだ今の。犬ポーズ？パンチの連打。ダメージ与えていく。だからタフです。ラッシュ秋村。20分も過ぎております。エルボー、ヘッドバットです。ルクラハもなかなかやります。コーナーポストに上がってダイビングに決まった。カバーに入る。さあこれ遠いぞ。スリーカウント入ってしまった。なんとラッシャー木村ルクラハムに敗れました。さあもう煽りのポーズですね。これはの結末でしたね。若間のメインは。ということで結構君はショックも大きいんじゃないかなと思いますが、翌3月3日、愛知県名古屋市愛知県体育館に移動してまいります。まずは前座の試合ですね。菅原信義対大山勝三ですねのシングルマッチからスタートです。では行きましょう。菅原信義対大山勝三シングルマッチです。ラリアットは不発。ヒットバット。おっと、これ菅原から出血ですね。アクシデントでしょうか。ダブルアームスープレックス菅原。さあリング上ですね、リングマット上血がタラタラと落ちております。
菅田墓地です。さあその菅原がボストンクラブ、そしてダブルアームスープレックス、もう一回ボストンクラブです。追い山に挑んでいきます。シーツでは追い山が勝っておりますね。さらにハーフボストンです。今度は追い山がハーフボストンだ。おっとブレーンバスター、大技が決まった菅原、新ロックに移行です。ボディースラム、ラリアット、さらにボストンクラブ、追い山ちょっとダメージの度合いはどうか菅原。おっと外に持ち出した、場外戦になります。ヘッドバット追い山、菅原を痛めつけるがフライングミアでこれは当てずに戻ります。バックリップ、今度は追い山が場外へ、菅原追いません、あくまで場外でっていうところか。おっとバックドロップ、追い山だが逆にバックリップ、そしてアトミックドロップ、カバーに入る 2.9、 もう一回バックリップ、カバーです 2.9、そしてダブルアームスープレックス、これは鮮やかに決まりました。カバーに入る 2.9、 追い山しぶとく返します。おっとバックブリーカー、タックルだ、バックリップ、今夜まっすぐ戻ってきます。そしてブレーンバスター、おっと場外からダブルチョップ、スレッジハンマー、おっとこれサイドバスターだ、菅原、さあデータが菅原が若い力で打ちます。おっとヘッド、大山ヘッドバット、カバーに入る 2.9、 そして菅原がダブルアームスープレックス、カバーです、決まりました。菅原が大山の壁を打ち破りました。鮮やかダブルアームスープレックス炸裂です。そして次が、寺西勇、前座多いですねこのシリーズは特に、と、マッハ隼人、これ飛び技が得意なもの同士ですからね、関節も得意です。なのでルチャジャベっていう技の競合が見られそうな感じです。では行きましょう、寺西勇対マッハ隼人のシングルマッチです。
お、水天井です。さあ、膝十字。ボディスラム場外へ。深追いはしません。バックドロップ、はい、三角締めです。トップキックは不発さあ、また膝十字だ。同時にスイーパー、そしてハーフボストンへ。ロープキックは不発。さあ、ロープに振ってショルダースルー、レッグロック。投げまして、レッグロックです。渋く攻めます。手足勇む。ブレーンバスター、大技に行こう。カバーに入る。カウント2.5。カニバサミからと同時目スリーパーだ。なんかまだあんまりダメージは深くないみたいだ。手足勇む。さっかけてエルボーです。空中技を期待したんですが、まだそう段階じゃないということか。丸め込む。寺石 2.9。 危うしい。マッハを、これはすごい。爆中ドープキック。おっと、数落とし。ハーフボストンです。さっきは数落としね、打った後にグランドコブラに移行することもあるんで、要注意で、要注目です。おっと、丸め込む。 2.9、 なんとか返した。マッハハート逆さ抑え込み、起き手破り。カウント2。ボディスラム。起き手破りの効果ってどうなんだろう。丸め込む。カウント2。逆に、あ、いや、手足がまた丸め込む。カウント2。手足優勢か。今度は逆さ抑え込みだが、これはロープブレイク。おっと、肩固め。ドープ、おお、串刺しドープキック。そしてハーフボストンです。コーナーポストからダイビングボディープレス。そして追天井へ。おっと、これです。これがあります。グランドワンジ。マッハ隼人の方が出してきました。そしてキャメルクラッチですね。手配し、お、倒して、おっと、足4の字だ。さあ、耐えられるか。マッハパンチを打つ。さあ、必死の防御。手配し勇む。エルボーからカバーに行く。 2.9。 手足返す。
と倒して、おっと逆に丸め込んだ 2.9 怪してないし、おっとジャーマン、これは鮮やか3カウント、芸術品ジャーマンスープレックスホールド。寺石勇がマッハ隼人を沈めて、勝利いたしました。さあ次の試合はタクマッチです。なにわブラザーズ、アニマル浜口、マイティ井上が登場してまいります。相対するはマイク・ボイエッティ。エル・コバルデ。となります。これは45分一本勝負だな。45分かな、30分でもいいかもね。いや30分でもいいか、45分だったかもしれませんが、さあということでいきましょう。アニマル浜口、マイティ井上対マイク・ボイエッティ、エル・コバルデのタッグマッチです。お、ストレッチプラム。おっとキークラッシャーか、カバーに入る。あとはすかさ抑え込みだが、これはロープブレイク。ブレーンバスター、サマーソートドープ炸裂、ブレーンバスター、チンロック、カバーに入る。カウント2。くる。
飛ばすと、パンチ、レバスターです。レバスター、エルボー、カバーに入る、 2.9、 何度か返す、サボイエッティ、ショルダースルー、おブルドッキングヘッドロック、アニマル浜口、鮮やか、ラリアットロープに振らない、エローデスイタッチ、ボディースアウト、お、ホームランです、お、出ました、バック、あ、なんだこの合体攻撃は、バックドロップからと浜口がダイビングしてネックブリカードロップみたいになりましたね、首を強打、お、カバーに入るが、これは相手コーナーに近すぎる、丸上コーブチャンスでは、あ、ロープウェイか、ポイエティ、ブレーンバスター。カバーにはいかず、パンチで追い込む。サイドスープレックス。パンチ。ダイビングに。カバーに入る、 2.9、 高める、スリーカウント、浜口を丸め込み成功です。スモールパッケージホールドで浜口勝利です。さあ次の試合は、鶴見五郎とエローです。エローです、勢いに乗ってますからね、鶴見がどう対処できるか、注目の一戦とも言えるでしょう。
はい、では行ってみましょう。ツービー五郎対エロデスのシングルマッチです。さあ、この次がルーテイズ杯予選 B ブロック、レイキャンディレッドデビルを外人勢の争いになります。で、おっと、前に落とす、アウブリーカーに移行です。ダークドロップ、ロープでパンチ、一戦カット2バック、いやアトミックドープですね。ジャーマン、首をのじえ、2.9、ポストからダイビングボディープレッシャー不発、これはダメージが必至、エローです。おっと、おっと、関節ジョーク、これは防ぎますが、ジャーマン投げっぱなし、さらにフェイスバスター、戦闘音です。技を連打、さらにパワーボム投げっぱなし、カバーです。スリーカウント、一気の猛攻。ついみゴロがエロデスを沈めました。このパイプロカの世界ではついみ強いな。さあ、次は、ルーテイズ杯です。予選 B ブロックとなります。レイキャンディ対レッドデビルを外人勢の争いです。レイキャンディは外人エースで、この試合でもレッドデビル、ビルホワイトに勝利しております。はい、外人勢にとってはこのシリーズで、ブロックのトップになることが予選突破の条件ですので、決して外人勢の戦いだからといって慣れ合いになることはできません。
まあ、真剣勝負ってことですね。もちろん格的アリーキャンディーなんで、その辺は思うとこあるかもしれませんが、名目上は外事勢の戦いもあるんで、ビル・ホワイトは頑張らねばなりません。ビル・ホワイト、レッドデビルはその、B ブロック公式戦、おっとレフェリーはジョヒ口じゃない、ルーテイズ行ってみましょう。さあ20分で決着がつかない場合は延長戦となります。さあブロックの 外人勢はブロックのトップのみが決勝に進出します。バックドロップ、後ろ後頭部を強打、チンロックに移行です。逆にブレーンバスターバックドロップ、本当場外へ、レッドデビルを追いかける、おっとフェイスロックか。さあキャンディー、お大丈夫か、戻ってこれるのか、ギリギリ19カウントで戻ってきました。アームロックじゃない、パンチを打つ、ラリアットカバーに行きます。 2.9 レイキャンディー追い詰める、おっとビアハックに行こう、持ち上げる、投げます、そして一進、ブレーンバスターは決まらず、エルボーです、カバーに入る、 2.9 サイドバスター 2.9 ボディアタック、3カウント、デイキャンディー貫禄の勝利です。ルーテイズ杯公式戦を勝ち抜きました。レッドデビルを破りました。さあ、本日最後の試合は金網デスマッチになるんで会場が変わります。
ミデスマッチ。ピッチャーズ軍団なんていうのもできましたね。さあ、ラッシャー木村が登場。そしてそれに対抗するのはルーク・グラハムとなっております。無制限ギブアップのみ、これでいきましょう。さあ、本日国際のでは最後の試合です。ラッシャー木村対ルーク・グラハムの金網デスマッチです。シーツでは11分51秒、逆襟指固めで木村がギブアップガッチ を奪っております。ラリアットキック、蛍光灯を取り出した。あー、蛍光灯がヘッドバットを打つ。ニックハンギングツリーです。ルーク・グラハムネックブリカードロップ、そして首4の字へ行こう。おっと、また先レッグスプレッドだ。パンチを打つ。パンチパンチパンチ。カバーにはこれはノーホールマッチです。あっと、椅子だ。今度は狂気を使うのがうまいルーク・グラハム。ネックブリカドロップ、ラリアットは決まらず。ヘッドバット、ラリアット、バックドロップは決まらず。
てジャンピングパイルドライバー、カバーに行ってしまう癖がありますね。パンチパンチパンチ、ってこと。ネックブリーカードロープ。フードキングヒットロック。首4のジェイコー。フードキングヒットロック。パンチ。トマト、何やっと、お、何、トマト、ラリアットだが次の手が思い浮かばない。ラリアットだ、返す。ルクアハム、ユシテセンバットを取り出す。ヒットバット、ヒットバット、時間無制限にあります。バックドロップ、串やし、愛知県体育館、ジャンピングパイルドライバー、それぞれダメージが大きい。関節持ってないんですね、よく考えたルーク・グラハム。大きな、さあ両者ダウン。振ってショルダースルー、そういう意味では木村の方が有利か。ダブルチョーク、おっとこれは首を絞める、反則とは認められません。おっとフォークで刺す、木村の額から出血だ。なんかずっと刺してるけど大丈夫これ、え、なんで止まらないんだこれ。あ、ようやく、結構なダメージ量でしょう。パイルドライバー、カバーは向こう、そしてアウト、なんだこれ、アトミックドープじゃなくて掘り投げましたね。コーナーポストからダイビングに決まった。またフォークだ、ボディスラムかな、謎ポーズ、ダブルチョーク、あ、花見ぶつける、いや決まってしまう。木村グラハムのラフプレーの前にマットに沈んでしまった。まさかの敗北、コブラクローですね。そうでしょうって思います。ちょっと、
と、エローです、ちょっと気になるんで、フリーの選手とやらせましょう。あとはもうエクストラですね。ルカバシケースでいいでしょう。個人スアーム、ドッキックか。おヘッセントン、お首4の字か。蹴りを打つリバースボストンクラブ、障害戦だが深追いしないな。ハンマー乱入者が、おっとこれはルカバシ、2対1で勝負しないといけません。ドブキックは不発、ダブルアームスープレックス、お足4の字食らってしまう。ラフ殺法に苦しむ古川橋、この前作った新しいオリジナルレスラーです、リフトです。コーナーポストからスレジャーマーカバーに入る、 2.9、またリフト、アトミックドーム、ボディスアームカバーに行かない、逆水平、ここでカバーに行く、 2.9、
地味な技を積み重ねです。フルカーバシ 2.9、 そしてダブルアームスープレックス、大技炸裂、カバーに行きます。さあ決まったか、3カウント。ルカは勝利です。まずはエローデスを破った。じゃあ鶴見と居合わせましょう。鶴見破ったら本物だな、行ってみましょう。なかなかいい戦いできてるじゃないでしょうか。ブラドンヘッドロック、負けてないですよ鶴見に。おっとフェイスバスター、バスター系に弱いですからね古川橋は。噛みつきだ、おっと出血、ふかわしから溜めを作ったボディスラムいいですね。おっとフライングクロスショップ、フライングボディアタック、カード2、そしてエアプレーンスピン。これ浜口とやらせたいな、まあ、この浜口エアプレーンスピンやってくれないけど、バスターかダブルアームスープレックス
カバーに入る。 2.9 してまたエアプレーンスピン。噛みつき、左ストレート、カバーに行く、カウント2。お、スライダーだ。コーナーポストからスイッチハンマー、カバーに入る。 2.9、そしてダブルアームスープレックス、決まった。お、首4の字です。カバーに行かない。まだダメージが、罪のダメージがそれほどではないってことでしょうかね。おっと、鎌固めだ。おお、カバーに入る。キッチンシーン、お、フライングボディアタック、 2.9 シーン。あっと、デスバレーボーム、決まってしまった。そしてアトミックドロップです。これパワー系の技が食らってしまうのはどうか。アーブリーカーだ。さあ、これはバンジキュースか。なんとか耐えた。おっと、リフトです。カバーに入る。だがこれはロープブレイク。ソーマーカバーに行きますね。 2.9、 危ない。ネックブリーカードロップ、ソーマーカバー行かない。おっと、倒す。 2.9、 さあ、出血がもうおびただしい。呼吸が荒く、追撃いけません。お、蹴りで倒した。ドロップキック、もう一回ドロップキックだが目測誤ってしまう。逆にデスバレーボム、カバーに行く、行かない。おっと、カード落とし、起死回生。ラーム、いや、上がらない。リバースに返す。ドブキック、ネックブリーカードープ、もう一回アート、ショルダークロー、これは危ない。日曜技を食らってますね。おっと、エアプレーンスピンだ。ここへ来てエアプレーンスピン、これは耐える。わからなくなってきました。おっと、リフト、鮮やかに決まるが追撃いけない。蹴りです。カバーに入る。
さあ、返せるか、返せない。ちょっとダメージが深かったみたいですね。ルーク・グラハム行ってみるか。ルーク・グラハム普通の試合だとどういう試合するんだ。ドハット何度もヘッドロック、パワーに押されるとちょっとルーク・グラハム不利かもな。ヘビー級としても大きいわけじゃないですからね。すごい、古川橋のモデルになったノアの大和田は海外武者修行行きましたね。果たしてどういう姿で帰ってくるんでしょうね。フリーカーカード2。お、パート2、バースクです。首4の字ハンギングツリーで担ぎ上げるパンチ。荒っぽいサッポあんまり得意じゃないです。おっと、カード落とし。ボディスラムから カバーです。カード2、おっと、バックマウント、いや、これは反則ですね。お、モンキーフリップ
カバーに入る。 2.9 ボディスラムからカバー、このリズム感。もう一回ボディスラム、カバーに行く行かない、あっと急所攻撃、おレッグスプレッド、また先、これはロープブレイクですね。カバーに入る、隙をつく。 2.9 蹴り崩れ落ちる、カバーに入る、だがロープブレイク、そしてスラム。またもリックスプレッド、おっとネックブリカ、リバースネックブリカドロップ。 2.9 ショルダースルーからおっと狂気攻撃だ、なんとさあ古川橋を額か流血、古川橋もグラハムも顔をしませんね。パンチ、蹴り、さあロープにかけてショルダータックル、投げて首4の字、さあ決まるか、ダメージを深めるだけか。パンチ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 、さらにストンピングキック、おっとスロイダーだ、ただジャガー遅い、ドープキックは見つかれされていた。ボディスラムカバーに入ります、スリーカウント、流血はしましたがなんとかルーク・グラハムを破りました。さあ最後ちょっと木村とやらせてみましょう。全然草津もうこの時代は試合出てないんですね。で、ラリアット技とかあるんで結構パワーファイターですからね。ブルドキングヘッドロックなんかも古川橋にはダメージが大きいか、グランドヘッドロック、ボディースラム、さあ場外へ、おっと、あ、危ない、ボディスラム持っていきます、再びボディスラム、ヘッドバット、さあチョップです、グランドヘッドロックだが
おそろい投げます。サイドバスターか。バックドロップ突き刺す。大技炸裂。さあ場外線へ水平ブレーンバスターです。これは痛い。おっとブレーンバスターを、すごいな、根性というか。お止まらず磯と出すがグランドヘッドロックで返す。根性座ってる感じですね。ルカバシあっとレフェリーに当たってしまった。ネックブリカドープ、そしてダイビングボディープレス、ダイビングエルボーか。 2.9 ボディースラム。ダブルアームスープレックス決まった。カバーに行かずボディースラム、カバーです。2.9 お、サイドクラッチかな。カウント1ありますね。ブレーンバスター、もう一回ブレーンバスター、ラッシャー木村カバーに入る。カウント2ポストかな。ダイビングエルボー 2.9 ダブルアームスープレックス、ドロップキック決まりました。さらにボディースラム、カバーに行くか行かない。おっとコブラツイストだが、これはロープブレイク、カバーです。スリーカウント、ダメージが結構もう積み重なってますからね。はい、ということで今回国際プロレス1981年のスーパーファイトシリーズ、2回目をお届けいたしました。次回は、3回目、3月7日宮崎県、山田ってどこだろう、それから大分県楠町ですね、大分県臼杵町なのか臼杵市なのか、ここまでが九州になりますね。3日をやれるのか2日で終わるのか、まあどちらかになるかとは思いますが、次回は九州上陸です。はい、ということで、配信ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にアップロードでします。
2日後26日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 Days After プレミアライブ My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタン。ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。